相撲と移住アワード2022、全国第4位山口県。2023年住みたい田舎ランキング、人口区分別世代別の部門で全国第3位宇部市、同じく別の部門で全国第3位に下関市がランクイン。年々増加している移住者数は4年前と比べおよそ2倍に拡大した山口県。増えてる。これはつまり山口県に魅力を感じる人が増えていると言えます。ただ一方、都道府県魅力度ランキング43位というデータも。実際他県の人は山口県のことをどう思っているのか。山口県といえば何がありますか？フグじゃなかったらば関サバ、関アジ、何でしたっけ、あの橋なんとか橋みたいな。山口県民としてはなんとか橋を思い出してほしいんです。なんか3文字、なんとか橋。本当に正直なところであんまり印象と印象を持ったことがないっていうか、一ネタ欲しいですよね。その香川のうどんみたいになんか。中には山口県ってどこだと思いますか？なんかこの辺とかじゃなかった。仕事で関わったことあります。テレビ山口。あります。なんか番組表作る仕事で関わったことはありますけど。なのに。仕事で関わりがあるのに知らないという人も。やはり他県の皆さんは山口県を知らないのかと思いきや。秋吉堂は行ったことあるけど、はい、うん、何で行かれたんですか？秋吉堂は修学旅行。なんていうのかな、神秘的ですし、もう一回ちゃんと行きたいな。初代総理大臣が会食したところ、条約結んだところや。下関の市場行きましたね。市場。いや、活気があってすごかったなと思いましたね。僕釣りするんでね、こっちの八里ヶ曽根の方とかは行ってみたいなとか思いますし。さらに。こちらのお二人は家族の中ではちょっと山口が旬で行きたいところだなと思って、最近ちょっといろいろ調べて、なんかキャンプ場とかもあったり、観光地がすごい観光できるところがいっぱいあって、海も綺麗で、調べてみると、あ、こんなところもあったみたいな驚きがいっぱいの県なのかなっていう、そういうのを知るきっかけがあったら、なんかすごいドカンとね、みんなに浸透するんじゃないかなって気がしますけど。山口県を知っている人たちからは魅力的という声が思った以上に聞かれました。知らない人はまだまだいる。でも知っている人には魅力は確かに伝わっている。なんだかちょっといい気分。せっかくなのでこんにちは。テレビ山口と申します。よろしくお願いいたします。話を聞いたところ、やっぱりちょっと知らないというか。一方で、山口県知っている人が魅力をめちゃめちゃ感じてる人がいっぱいいて。あ、そうなんですね。それはもう純粋に嬉しいですよね。まあ、そういう方にはもっともっと知っていただいて、何回も何回も山口県の方にお越しいただければ。我々としても地元のメディアとしてこれからもっと山口県の魅力を PR できればと思います。あ、そうですか。それはぜひ一緒に情報を発信していきましょう。皆さん、聞こえましたでしょうか。一緒に情報を発信していきましょう。これまで会社の端っこで細々と情報を発信してきた端っこ取材班。なんとこの度。山口県とタッグを組んで県内の魅力を発信していくことになりました。およそ600年前、現在の山口県を中心に栄えた西国一の守護大名大内氏。山口県が誇る国宝瑠璃光寺五重塔や伝統工芸の大内塗、このほか京都を模して作られたとされる町並み。今も山口県には大内氏が築いた大内文化が色濃く残っています。そして時は令和。今回お伝えするのはそんな大内文化の歴史に新たに刻まれたという取り組みです。仕掛け人の田中光俊さんです。今回何を始められたんですか。はい、将軍体験コースというプランを考えました。歴史に刻まれたものとは、4月から始まった将軍体験コース。大内氏第30代義興が室町幕府前将軍の足利義胤をもてなした中世最大の祭事を再現するという企画。まあ簡単に言えば、参加者は贅沢にもてなされ、将軍気分を味わうことができるんです。山口氏は西の京山口とよく言われておりますけど、大内についてあまり知られていないという現状があると。でそこで知っていただくきっかけになるようなイベントを実施をしたいということで始めました。何より驚きなのは参加費、なんと100万円。大内文化としてのプライドが生んだのか。100万、高すぎるんじゃないですか。いえいえ、内容からすると安いです。本当、安いと言わしめる企画がこちら。20人のエキストラを引き連れたおなり行列の再現に、110品以上の歴食体験そして個室で狂言鑑賞ができる宿泊付きプランです。ただ0件です。いや、申し込みゼロです。そこで取材班、この最上のもてなしの魅力を伝えたいと、特別に一部の体験を申し込みました。まず舞台となるのは山口市最高亭。そしてプランを盛り上げるため、県外からわざわざこの地に招聘されたのは、まさかの白馬。パールちゃん19歳、大好物は人参です。そして端っこ取材班のチーフ、そのディレクターが将軍となります。匂ってる。その他エキストラも姫や武士などオリジナル衣装に衣替え。ちなみにこの小物類も含めると、衣装の総制作費はおよそ200万円。さらにはパールちゃんの出張旅費もうん十万円と、まさにキングオブドリー。そしてついに始まりました。放送からおよそ1年の時を経て生まれた50メートルにも及ぶ現代版おなり行列。これは貴重なね。現代で言えばパレード、いやパーティーか。沿道には警察官。まるでメダリストかと思うほど非日常を体験できます。こちらが将軍目線ですね。沿道から手を振ってます。すごい。先頭は警護役の武士、中央に将軍が鎮座するというフォーメーションで、およそ1キロ離れた大内市館跡を目指します。いけてますね。かっこいいですね。いや、これいい気分でしょうね。田中さん曰く、将軍擁する一行ということで堂々と歩くことがコツなようです。一方緊張してる。はい、殿に仕えてる気持ちに慣れてますね。なるほど、努力してます。地域の文化を身近に感じてほしいと、エキストラは老若男女、地元の方々で構成されています。ちなみに500年前って馬車とかなかったんですか。史実によると籠で義胤公は来られたというふうに聞いております。白馬が採用されたのはただ演出上の都合だそうです。貴重だなと思います。やっぱ山口ならではというか、すごくやっぱこう文化的なところもあるので、誇らしく思います。改めてね、山口の文化を、再認するようになりますから。一方でおなり行列は30分、地域の人や観光客に見守られ終了しました。こういう経験ができて良かったと思います。着物ってめったに着れないから、子供のうちじゃないと体験できないこともあると思うんで、嬉しかったです。記念撮影後は湯田温泉にある旅館山水園で当時の宴と狂言鑑賞を楽しみます。はい、様になってましたけどどうでした？いや、ありがとうございます。率直に優しい気持ちになりました。なんかこうやってもてなされてると昔のお殿様もちょっと手振られて優しい気持ちになってたのかなと思いました。100万以上の価値があると思います。当時将軍や文人を呼び込むことでこの地で芸術や文化の振興を図った大内。イベントを実施することによって多くの方に知っていただくきっかけにもなりますのでどんどんプロモーションもかけていきたいと思っております。そうですね、1年以内に2組狙いたいですはい。600年の時を経ても山口県観光の一役を担う大内文化、そして西の京最強と言われる山口で生まれた大内文化最強の企画、体験することであなたも優しい気持ちになれるかもしれません。